プレーされるというのは金沢にとっては非常に怖いですよね、やっぱり新潟はああいう機会をたくさん作るべきでしょうし、はい、まあ、シュートはブロックに合ってしまいましたけど、あれをシュートできるかどうかって非常に大きなプレーの一つですよね、いや本当に185センチで存在感がありますね、ターレス。さあそのターレスもエリアの中に当然入っていますが、キッカーは小川、ふわっと浮かせたボール中央、そのターレス決まった、ゴール、先制ゴールはアルビレックス新潟、前半12分ターレス初ゴール、 J 初ゴールが決まりました。小川選手からの柔らかいボールでしたよね、このフリーキックね、これはいいボールでしたね、いやドンピシャリでしたね、183センチの作田が競っていたんですが、いやさらにその